安心しろ異世界人、すぐに何もかも忘れる。やだやだよミノちゃん。に会いたいか。じゃあ抵抗します。ごめんね、私メノーちゃん以外の人についていく気はないし、何よりメノーちゃん以外に殺されるのは絶対嫌なの。動いてる。これは何度やっても止まんないんだよね。なんでだろう。この時だと列車の時と違って時間を戻す必要ないね。やっぱりあの子に暴れてもらうのが一番かな。ちょっとずるいんだもん。ごめんね、ももちゃん。じゃ、そろそろまた。大丈夫。いつも通り既視感は残すから。あと、ミノーちゃんが大好きな気持ちもね。だから怖くないよ。あれ？すごいピンチだった気がしたけど。まあいいか、助かったみたいだし。